A さん先輩って料理できたんだなと思って。やっぱ雪平お前最高だな。まあ気持ちはわかるぜ。 A さんって見た目ただのインテリヤクザだもんな。けどな、こいつこう見えて意外とやるぞ。もしコンサル業にのめり込まなかったら、現十傑メンバーの何人かは奴に食われてたかもしれねえぜ。トウツキが持つコネクションをフルに活用し、手掛けてきた500以上の案件、異なる分野、異なる条件、全て完璧以上に満たしてきた。それは数限りない料理ジャンル、味の世界に精通するセンスがなければ到底不可能。満場一致で十傑入りを果たす、それほど彼が学園にもたらした利益は膨大だった。まさしくアルキミスター。